注目していた、最下位になってしまいましたけれども、ドラゴンズ。俺は話をしてないよ、はい、ヒロ君みたいに。宇多田さん何位にした？2位にした。その一緒だ、2位。これはじゃあ僕忖度で、忖度なし。まあ、いや、そうだって認めました。まあ、それはまあ監督の言う通りにしたからね。それはだってね、同級生が監督やるんですよ。まあ、そうですよね、そこは。それは応援するでしょ。確かに。いや、応援と順位予想は違うからな。いや、まあ、そ何言われてもいいですよ、もう。いやいや、何言われたくないから言われていいです、言われていいです。だってそうだったら、じゃあ。でも最下位した友達の縁が関係、亀裂が早くなる。来年俺、もう一回立つに聞かないといや、でもお二人が2位にしたって、要因は、とにかくちょっと打てばすぐ上に行くという感じなのよ、ピッチャーはいいから、とにかく。そうですよね、うん、だから打てなかったのと、はい、だからピッチャーも蓋を開けてみれば、バンテリンではいいけど、他の球場では打たれてるというね。それはね、立つももう分かってるんですよ、僕も分かってて、それ一番気になってるって言いました。こっちはもちろん気になるけど、名古屋以外のところでの防御率をものすごく気にしてた。そうだったんですね、キャンプの時から。だからもう打つことはもちろんだけど、ピッチャーが心配ないな。そしたらそれが今時にそうなってしまった。本当に結果的にそうですよね、クリアできてなかったっていうことかもしれないです ね。そうですね。ただやっぱりファンも立浪監督になるっていうので、ドラゴンズが変わるっていうのをやっぱり期待してたファンが多いと思うんですけれども、野手、ピッチャーやっぱりどうですか。まあ一番は野手でしょうね。まあね、まあ、その中でも岡林は僕よくやったと思ったんですよ。いや、岡林はよくやった、ね、で、立つもキャンプ前に鵜飼と岡林は楽しみやった。ただ体力だけがどうかわからんっていう中で、岡林は特に夏場以降グッと上がってきたから、で最短打ですよね、佐野と一緒に、はい、それはやっぱ奴の頑張りもそうでしょうけど、よくやったと思うんですけど、何しかビシエドがね、これ見るとゲッツーしか打ってへんよ、ね。球上がってなかったってことですよね、今シーズン。やっぱビシエドの、まあ、石川のね、不調も怪我も多かったな。あとやっぱりね、新人監督でうまくこうずっと行く監督って何も起きないんだよね、球団の中で。でもあそこでバッティングコーチをこう更迭したりだとか、まあ、いろんなことがあったじゃない。チームとしては落ち着いてないなっていうのがすぐ分かったよね、うん、それと立浪が不幸だったのが新庄監督と比べられたよね。でも立浪の立場から言うと、やっぱり優勝狙うって新庄監督は平気で優勝なんかしませんみたいな、はい、チャンスがあった、ね、まあありえへんけどね普通は。こっちはビッグボスじゃない、はい、こっちは立浪監督で、やっぱこう対比されたっていうことはさ、まあメディアもそうですしね、どうしても対照的になっちゃうから、その対比が選手も対比してるんだよね。だから向こうは楽しそうだって映るし、はい、やり方としたら別に勝負事って厳しいことだし、はい、笑うなって監督が言ったら笑わない、うん、ね、死後やめろって言うんだったらやめる、多分こっちは毛先を気をつけろみたいな。そうです、ね、枝毛になるなってそうですね、いやだからどっちが、もう本当に対照的ですよね、そうそう、チーム作りが。そうですね、うん、だからそういう新人監督同士だったから、立浪に関しては辛かっただろうな、まあ、だけど2人とも結局ビリだから。そうだな、そうですね、うん、でも同じビリだったらどっちがいいんだっていうような感じだよね選手からすると、いや選手からすると、うん、どうなんだろうな、それ。いやだけど俺はやってることはね、間違いではないと思うんだよ。ただ我々が生きた時代と今の選手たちっていうのはやっぱ感覚も感性も違うし、環境も違いますからね、環境も違うし、だからその立浪監督のその厳しさっていうのは、勝負ごとに関しては最後は俺厳しくやってるところの方が俺は勝つと信じてるから、でも俺は間違ったことは言ってないと思うんだけど、言い方がどうなのかなっていうのとか、そういうのがちょっと気になったね。いや実際聞いてないから分かんないけど、だけどそこをうまくやってほしいなっていうふうに思うよね、まあ、そこを1年間感じた部分かもしれませんね。そうだな、立浪監督自身が、うん、今の若い選手たちとのギャップだったりとか。そうですね、うん、だからそれは立浪監督が来年から中日の監督をやることになりましたって、俺挨拶を受けた時からちょっと心配してたけど、まあ、そのことも言ったけど、あ、それはもう分かってます、言ってたけど、でも実際入って接して、ちょっと厳しいことを言うと、え、
こんな反応みたいなのはあったと思うよ。まあ、ありますよね。まあ、まあ、あったと思いますよ、それは。あの時とは全然違う、自分たちの時とはっていう。それも分かった風だったからさ。いや、それも理解してますよ、ね。言ってても、でも実際接すると違う時ってあるじゃない。はい、だからもうそういうギャップに苦しいんだかなという。タツ自身もコーチ経験もないから WBC だけですね、コーチ経験が。あの時はもうやっぱ精鋭が集まってるんで、はい、そんなことないでしょうけど、やっぱりこうチームの中でのやっぱり指導じゃないけど、やっぱりトップに立つってね、難しかったっていうのは感じたんじゃないかなっていう。勝ち負けとまた別に、そうですよね、やっぱね、立浪って我々の頃のスーパースターだよ、はい、ね、今いる子って分かんない。そうですね、現役だからせいぜい YouTube で見るぐらいでしょうね、多分昔の動画を見るぐらいだと思うんですよ。だから昔の感覚だとさ、立浪が来る、あ、立浪さんだ、はい、立浪って誰やねん、どうだ、意外とちっちゃいのみたいな、そんな感覚だから、そこまではないでしょ。いや、そんな感覚だから、先輩だと言っても、だからそこでやっぱコミュニケーションだとか、はい、そういうものを構築して、そこから立浪という人間を知らせて扱っていけばいいけど、時間がないからね。だから僕らでいう、例えばピッチャーでいうと堀内さんとか、そうだね、平松さん、平松さんとかに会う感じだと思うんですよ。あ、だから今の選手たちが立つに会うっていうことは、あ、だから、あ、なんか昔すごかったっていうのはなんとなく聞いてますっていう。そうそう、だから25から30違えば、そうですよね、うん、会ってどんな感じ、平松さんですか。いや、今は全然好きだ。いや、今はもうだから現役の若い頃に平松さんが来たら、平松さんだよなとか、そんな感覚でしょ。そうそうそう、いや、そうだって、ね、30年前なんか YouTube もなけりゃさ、動画なんかないからさ、ただ写真で見るとオレンジ色のでこれ投げてるような感じだから静止画ですもんね、今そうで、ね、写真しか見たことないか、で成績はまあ分かるじゃない、役所上してるとか、あれ平松さんかなっていう感じじゃから、いや、そう、分かんない。いや、これ正直そうですよね。そうですね、確かにそうですよ、うん、いや、だから、はい、そこのギャップも埋めていかないとさ。そうですよね、うん、今シーズンに関してはもう個々とか何とかよりも、その監督とかコーチ陣と選手のそのコミュニケーションとか意思疎通っていうところも含めてだったのかなっていうのが感じます。まあ、そうですね、あるでしょうね、やっぱそこはね、ギャップはあったかもしれないです。選手も立つも感じた部分があるかもしれないですね。だから監督も本当最後の、まあ、多分疲れてたと思うんですけれども、あの選手の名前言い伝え の、うん、あの間違いだったりとか、いや、あれはね、他についてるコーチが悪い。フォローしなかった、まあ、それは間違える方が一番悪いんだけども、ナイスパスタ出してねえのね、フォローとかしてあげないと。でヘッドがまた落ち合いだから、はい、ピッチャーの方じゃない、はい、だから攻撃の時はもしかしたらノータッチだったんで、そこはだから野手コーチが言うとかっていう、そういうところもやっぱり決め事としてやっとかないといかんですよね、うん、そうですね、うん、もう寄りつけなくなったのかも分かんない、イライラして立浪さんとはやっぱりちょっとイライラして誰も疲れないぐらい。いや、でもね、そんな感じはないですけどね。ベンチの中で僕はもう高校時代しか知らないじゃないですか、はい、でプロに入って相手では見てるけど、その辺がどうかですよね。いや、あいつは短期だと思う。まあ短期かどうかって言ったら短期だと思います。いや、見せないけどね、カーッカーッと来てると思うよ。それはもうそうなんですね。そうだね、あいつの野球が入れんかってベンチの裏に歩く姿がだいぶあいつイライラしてるなと思いながら、まあ、見てますもん。いや、そうだったんだよね。いや、そりゃそうだよ。こんなに負けたのは野球初めて以来初めてじゃない。指揮を取ってあんだけ負けるってきついと思うよ。さ、そうですよね、今までのね、プライドだった。日本来てる時にこんな経験ないだろうから、現役時代でもそうだし、それとこんなに言うこと聞かないやつが多いんだっていうのは多分感じたと思う。だって立つ自身も星野さんだったから、星野さんが厳しいやん、はい、で星野さんはもちろん崇拝してるだろうから、はい、立つはね、星野さんなんか僕らね、三塁側で名古屋球場でねキャッチャー中野武さんとか殴られたりしてたもん、本当に。もうこうやってベンチに座ったらブワーって飛びそうな感じで後ろからガーッと音が聞こえるんだから三塁ベンチに。そんなだったんですね。そうだよ、そうだよ、それを間近で見てるんですよ。だから中村武さんベンチ帰ってもマスク外さんかったらいいんやから。あ、顔が殴られてる。顔だけは。そう。本当よ。少なくともヘルメットはかぶってたよ、絶対に。守らないとね、うん。そうだったんですね。立浪監督の我慢の1年だったりとか、もどかしい思いもしたでしょ。まあ、ただね、入ってみてね、おそらく選手も、こんなに手薄だったのかっていうのは、多分感じたと思う。これでいかんと思ったと思う。で、そこに故障者があったし。打ってほしい選手がやっぱり打ってくれなかったりっていう
ところで、全部が全部うまくいくとは思ってなかったでしょうけど、はい、やっぱ難しかったっていうのは感じた1年じゃないかな。そうですね、うん、まあ、うまくいく監督もいれば、まずどん底からスタートする監督もいるから、でもいろんな経験から来年ね、ものすごい期待してる、動かしたから、チームもな、ね、うん、トレードも含めて、ただ阿部を出したのはちょっとびっくりしました。やっぱりそこはそのように、どうですか、板倉さん。まあ、いるだろうけど、だからちょっと悩み結構取りましたよね。いや、ただね、もうチームを変えるに、やっぱこう、もったいないとかじゃなくて、もう一刀両断で変えてやろうみたいな。まあ、そういう感じだと思うよ。まあ、だからショートは土田で行くってことでしょうね、強打強打も出したしね、まあ、そうだし、まあ、ルーキーにも期待するところもあるだろうしね、うん、あと石川が来年どれぐらいできるか、まあ、そうですね、うん、あとあの外国人残ったので、うん、新外国人、ただ石川なんかは不幸中の幸いで、まあ、ウエイトしっかりやって体が出来上がったって本人が言うぐらいだからさ、うん、まあ順調には来てると思う。守備は上手いと思いますか。まあ上手くなるよ。タツはあいつそこそこやるぞって言ってたんですよ、守備は、うん、だからまあ、ね、上手くなる。モンビーしてないですか、なんか誰石川は。いや、だからそいや、なんかね、守ってて若さ感じないですよ、あいつ。いや、だからお前も指導者にならない方がいい、もうお前も痛い痛い痛い、カリ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 、いやいや、なるつもりはないですよ。あ、そう。ただね、若さないんですよ、守ってて。それを言うと、強打になるから、また若さが、ね、まあ、それを言うとね、やっぱあのジャイアンツの岡本もやっぱそうなったのかなっていう。いや、のんびりしてるって今。のんびりしてるんですよ、イメージしてる。いや、だけど、中は燃えたぎってんのよ。そう考えないとさ、ね、お前やる気あんのかみたいな、いなるか。発弾してんのかなと思わないですか。だけど、ピッてピッてやった急げやん、ね、いや、急がなくても金あるからみたいな感じだから今は。そうなんですか。いいんだよ、まさにあの京田選手の戦う顔をしてになっちゃうってことなんですか。整形するしかない、顔ね、目こんなつり上げて。向井選手は大丈夫ですか。あいつはでも一生懸命やってますよ。決して動きが速い遅いはしょうがないじゃないですか、選手のね、持って生まれた能力だから遅いなりに一生懸命やってくれればまだね、はい、分かるんですけど、うん、遅いんか速いも分からんし、のんびりあられてお前何してんねんっていう思いたくなるの分かるでしょ。分かるけど、まあ細川が言ったじゃん、現役ドラフトで。ああ、そうか、これは期待できると思う。あ、細川選手、細川って年々あいつでかくなってオースティン化してないですか、あいつ。いや、してるよ。だってオースティンと一緒に。でもあいつはオースティンにはなれんでしょ。いや、バカ、超えるかも分からない。分からんよ、それは。やってみな。かけましょう、じゃあ、そこは。いや、そこはかけない。なんでですか。いや、そこは負けそうだから。いい加減でしょ。いや、みんないい加減ですよ、この人。いや、違う違う。いい加減、いい加減。そのぐらい、ね、のものはある。ものはあるけど。けど、でも痛みには強いの。じゃあ、オースティン超えたら、僕、じゃあゴルフ一回接待します。いや、ちょっと待って。超えなかったら僕、ゴルフ接待。はい。いや、それはいいよ。それはいいんだけど、うん、その超える数字はいくつなの。そこは豊さん決めていいですよ。それね、ホームラン数10本でいい。え、あ、何バンテリンだよ。で、2桁打ったことのない選手だよ。10本、うん、だから、細川が10本打ったら僕の負け。そう、豊さんの勝ち、うん、あ、いいですよ。乗ろう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 。どうどう、私どっちに乗る。そう10ですよね。いや、立ち上げに頼む、10本だけは我慢してくれ。じゃあ僕も言いますよ、9本であいつ出すな。まだ出そうかが始まるので、まあ、それは冗談としてね、はいはい、じゃあ今シーズンドラゴンズ点をつけると、まあ、ちょっとね、濃くなようなですけれども、もう一番低いでしょうね、やっぱり、うんうん、まあ、30点、うん、30点ぐらい、うん、まあ、しょうがない。まあ、そうですね。でも蓋開けたらさ、19人外野手登録がいるの。最初そうでしたからね。びっくりしたよ。確かに。外野手だらけだから。確かにそうでした。そら、いくらバンテリンが広いって言ったって外野手そんなにいられないだろう。あと、根尾が楽しみですね。あ、そうだな。そうですね、ピッチャーになったので、本格的に。だけどね、今年シーズン途中からピッチャーになったでしょ。それで150キロ出るっていうのがすごいですね。若さだな。ただやっぱり野手なんですよね、ボールが。そうだな。速く見えない。それはでも武器なんですか。武器じゃない。武器じゃないんですね。武器じゃない。早く見えないのだ。武器じゃねえだろ。スピード感だけだよ、早いのは。だったからさ、早く見えないって言ってんのに。でも、青野が言ってた。お前、なんでピッチャーにさせなかったのって言ったら、あの子はピッチャーじゃないって言って。やっぱボール見ててもピッチャーじゃないですか。あれ、野手のボールなんですよ。やっぱね、ピッチャーが見るとそうなんだ。だから、ピッチャーになれるかどうかですよ。
来年。じゃあこれまた逆戻りってこともあるんですか。いやそれはないでしょ。だからあいつがピッチャーになれきれるかどうかですよ。ピッチャーとしてやっても野手からのピッチャーじゃなくて本当のピッチャーになれるかどうかですよ。それもすごくかかってる来シーズンなんで、楽しみです。楽しみです。楽しみです。まあでもね、あのドラゴンズ最下位ってことはもうここから這い上がるだけなので、上に上がっていくだけなので、いやもうプラスしかないでしょうかね。そうですよね、はい、ちょっと楽しみにしたいと、はいはい、思います。はい、さあ6位最下位日本ハムです。ここはちょっと戦い方が他とは違ったと思うんですけれども、伊坂さんも6位予想でしょ。もちろんもちろんって言ったら変だけど、だって監督がもう最初から優勝を狙いませんって言ってるんだからそれはもう上位に上げることはないよね。まあ、だけど終わってみるとちょっと失敗したのは、後半からある程度固定にして戦うっていう、結局最後まで固定できなかったよね。それがコロナの影響があったんだよね。固定しますって言った瞬間からコロナが蔓延して、はい、おい、ね、誰もいないじゃないかみたいな、はい、固定も何もないじゃないかって、まあ、プランが失敗したっていうことはあるんだよね。まあ、だけどチームとしてのインパクトっていうのはすごくあったと思うよ。もう1、3塁になったらさ、他の球団がそわそわしだすぐらいの何やるんだろうっていうインパクトは与えたけども、まあ、だけど選手がどう育ったかっていうのはある程度、まあ、育ったけどね、けど来シーズン大丈夫かなっていう選手もたくさんいるしね、うん、これでいいのかなっていう、でましては近藤が抜けてみたいな、ね、今年の戦い方見るとやっぱちょっと苦しかったなっていう。まあ、苦しいのは初めから新庄監督も覚悟の上 で、はい、で選手にチャンスを与えてね。俺不思議なのは監督が選手の力量を見るっていうのはそれはまあ素敵なことだと思うんだけど、全選手一軍登録をさせる、うん、これ必要だったのかなっていう、僕は全く根拠を感じないです。あ、それはちゃんと力があって使うならいいですけどね。だから明らか単純に全員使うっていう意味が僕には分からないです。まあ、明らかに一軍ではお客さんには見せれないまだプレイヤーだよっていうのはいたと思うんだけど、まあ、新庄監督の中ではやっぱ一軍ってこういう素敵な場所なんだよっていうのをモチベーションにしたくて多分上げたと思うんだよね。だから頑張れ、まあ、そこしかないですよね、うん、だから頑張れっていうようなことだったんだろうけども、なんとなくちゃんとレギュラー、まあ、例えばその野村でもレギュラーだった、近藤でも レギュラー、そういった選手が犠牲を払ったというかね、そういうところも見受けられたから、それはちょっと違うんじゃないかなっていうところはあったけどね。どんなふうにご覧になってますか。まあ、選手全員使うっていう意図がまあ分からないって言ったんですけど、はい、その経験させるっていうのは分かるんだけど、そういうじゃやっぱ勝てないですよね。で勝つつもりないとはいえ、はい、それって必要なのかなっていうのはレギュラーシーズンに、はい、オープン戦とかなら分かりますよ、もちろん。レギュラーシーズンであると、やっぱりレギュラー張って頑張ってたやつらからすると勝つ気でいいのかなとかっていう、なんかふと考えたりもする試合も中にはあったかもわからんですよ。選手たち、うん、まあ、特にベテランだったりとか、うんうん、だからまあ例えば1本のヒットが価値あるものなのか、でもそんなに価値のないものなのか、下手したら思い出なのかもわかんない。下手したら選手にとっての思い出です、うん、そのままレギュラーになれりゃいいですよ、はい、でチャンスをもらって1本打ったっていうのはただ単純に思い出だけになるようじゃしょうがないですもんね、うん、まあ、そうならせないために使ったって言われればそうかもしれないし、はい、だからピッチャーの使い方も先発開幕いきなり北山から始まって、で伊藤なんて去年2桁勝ってる中継ぎで始まってとか、はい、吉田輝星も先発かなと思ったら後ろに回ったりとかっていうところでは全く分からないです、まあ、最後は伊藤が抑えやったからね、はい、だからどうなんだろう、まあ、考えがあってなんだろうけど、その考えがどっちに向いてるのかは分からなかったです。あ、じゃあやっぱシーズン通してハテナも残る戦い方だったり気を出すと思いますね。で選手も迷った部分は少なからずあっただろうし、そうですね、だあの打順は俺はどこでやるんだろうみたいな、そうですね、ポジションも決めてないですし、ね、選手は疲れるよね。その打順を例えばその日、その試合前にくじ引きだったりとかガラガラポンで決まるっていうのもやっぱ落ち着かないもの。ガラガラポンでは決めてないとは思うけどね、言うだけで。あれオープン戦だけじゃないですか。なあ、オープン戦ぐらいならまだ分かりますけどね。レギュラーシーズンにそれやったらもうね。だってあの宇佐美が結婚して、あれ誰と結婚したの？高木さんですよね。はい、来る時は言ってって、宇佐美をスタメンにするからって。いや、それはまたちょっと違うんじゃないかっていうね。まあ、楽しいよ、プロ野球だから、はいはい、まあ、プロ野球だから見せるっていうのは楽しいけど、観客動員もなんていうのあんまり変わってないんでしょ、うん、
あ、そうなんですね。あ、あの人ってことですね、うん、だからまあ効果っていうのは出てないっていうことだよね、うん、そういうこと、まあ、やっぱり勝たないと入らないということだから、だから勝ってほしいけどね、うん、だからまあ新庄監督ってファン目線で野球やってた感じするんですよね。だからそうだな、うん、ファンを楽しませるという意味で、うん、だから全員の選手も出しましたよ、はい、でこういうイベント気味に戦うこともあるじゃないですか、まあ、それは大事なことだと思うんですけど、まあ、それで勝つためにはって変わってくるんじゃないかと僕は期待してるんですけどね。うん、来年は固定で戦うと思うから、おそらく戦い方落ち着きますか、落ち着くと思うの、うん、それはこれは2年続けてたらさ、やっぱりみんな出ていくよ、FA で。いや、それは落ち着かないし、うん、このやり方で金を稼げっていう方が難しい、うん、まあ、松本剛ぐらいだよね、良かったんだね、うん、ただその、なんか新庄監督が三塁一塁とか一騎手というか、そういうやることによって、なんか他の11球団も何か同じようにやっていいんだみたいな、はい、なんか風潮がちょっと広がったのかなっていうのは、ちょっとなんか見てる側としては、うん、ちょっとギャンブル的な采配ですかね。ああ、そうそう、でもまあそれは見てて楽しかった、楽しかったですね、はい、読めない部分があったりだとか、うんうんうん、そういう面では斬新だったけどね、うん、そうです。まあ他の球団もね、エンドランやってもいいの、怒られないのみたいな、こんなところで失敗しても大丈夫かみたいな、はい、なんかみんなに勇気を与えたみたいな、なんかありますね、まあ、そんな感じはするよね。だからまあそれは悪いことではないし、うんうん、だから来シーズンは落ち着いて戦ってほしいよね、うん、ということで今シーズン、はいはい、まあ、点数はちょっと日本ハムはまた違うのかなと思いますけれども、そうです、あの点数の付け方が難しいですね、そう、とは違いますね、うん、ただ俺は最下位にした、はい、最下位になった、うん、でもその戦い方っていうことを考えると60点上げてもいいと、うん、戦い方、まあ、例えば清宮が2桁打ったとか、うん、で万波のあの身体能力を見れたとか、うん、今がやっぱりホームランバッターになれる素材を見れたとか、うん、まあ、そういうことを考えると、まあ、結構他の球団よりは新しい発見というかがあった、ね、成長もあったし、うん、でほとんど最下位だから、あ、そうですね、もうガンちゃんぐらいじゃないのA クラスかなんか来てるのはそうそう、まあ、ガンちゃんは俺いいと思うんですよ、まあ、そうですね、まあ、ファイターズの代表ですから、うん、損の損の字が10個ぐらいつくからそうそうそう、損だけどいやだからみんなが最下位の中で最下位になった、これはもう自然な形だからね、そうですね、だけどその中でどんな戦い方をしたかって、でも一石投じだと思うんだよね、うん、いろいろな部分ではね、はい、だからそれを全部否定するんではなくて、やっぱプロ野球のあり方、見せ方で来シーズンの迎え方、だからそれが、まあ、足場が固まったなっていうことを考えると50点以上上げていいと、そうであれば、うん、固まったと新庄監督が感じてるんであればもう50点以上じゃないですか、順位は抜きに、そうですね、順位抜きにして、もうだって明確じゃない、新庄監督がこうするって言ったことは、はい、全員出したし、うん、で出てきた選手もそうだしっていうことでは、順位は関係なくやろうとしたことはやったんじゃないかな、やろうとしたことは有言実行だよ、うん、ブレなかったっていうことを考えると、ね、そうですね、そこは、まあ、ブレたのはコロナの影響でブレざるを得なかったというね、うんうん、まあ、そこら辺が残念だけどもね、うん、さあここまで、はい、セパ12チームの今シーズンの振り返り、はい、総評を行いましたが、はい、最後に来シーズン順位予想を、やだでも今言えてなかったから来シーズン順位予想を、いやだいや、してもらいますよ、してもらいますよ。